え、マキちゃん、なんだ本物か。なぜここにいる。ああ、お前の実家もてなしの宿東道庵だったか。そこに電話したら温泉協会の手伝いでこの神社にいるって聞いたしょ。今日は祭りだからな、人手が足りんのだ。それよりどうした、近くまで来たのか。なぜ神奈川にいる。いや、そうだ、町内会で子供たちに配る餅を運んでたのだ。一つ食べるか。いや、いいっしょ、悪いっしょ。なんだ遠慮はするなマキちゃん。子供たちに配るっしょ。来るなら来ると電話をくれれば。いや、電話は封じたっしょ。何で来た。自転車ではないな。新幹線。この小さな祭りにわざわざ。どうぞ、話があるんだ。ちょっと時間取れるか。俺の大学の話だ。